兄さん陽気です。あそことあそこにイカが隠れてる。いいな、こういうなんか未来予知能力欲しいな。面白い。こんにちは、土の子です。さあ今回もですね、ナーバトラやっていくんですけれども、いよいよですね、前回かな前々回かな、ボコボコにされてしまったホタルちゃん2号にですね、対抗するデッキが完成したのと、30勝目前ということでやっていきたいと思います。いよいよ2号のスリーブもらえるぞ。はい、ホタルちゃんね、28勝まで来ました。うねうねリバーがね、ちょっといまいちどういう風に戦っていいのかわからなかったんですけど、デッキ解説しながらですね戦いたいと思います。カードバトルのお誘いいいね。よし、よろしくいきましょう。ほんとね、なんか大人のお姉さんになりましたよね。このコートみたいなの着てるしで、うねうねリバーね、結構陣地取りが早めに、行われるゲームですよね。で、僕のデッキなんですけれども、ダイナモローラーとか肩パッドとかこう防ぐ系のものを結構重めですよねに配置しました。で、あと、相手陣地に打ち込む用の、チャージャー系ですね。チャージャー系とかヘビとかかながあるかな。で、あと自陣を塗る、6マス8マスぐらいの隙間に、置けるやつを配置したという感じです。こちらでですね、だいたい勝率9割ぐらいを誇りましたということでやってみましょう。さあいきますよ。スリーブゲットするんだ。あおりちゃんのスリーブも良かったけどね、これはどうしようかな。一旦そのままでいきましょうか。こちらの13マスのやつが、いい感じに配置できるんですよね。こちらでまず防いでいく。さあ相手もですね、15のフレッシュあおりちゃんを使ってきました。さあここで私はここスペシャル2個貯めちゃいましょう。さあもう早速入られてしまいましたけども、落ち着いて対処ですね、これはね。うん、さあこちらもちょっとこう角寄せつつ、うん、相手陣地はかなりもう、引きが弱かったのでね、あんまりいい感じにはいきませんでしたけども、こう打ち込んでおきましょう。あ、塗り返されちゃいましたね。さてと、まだこちらが塗れるので頑張って塗る。さあ塗りかす合戦は僕の負けでしたね、今回ね。うん、さあじゃあ自陣塗りタイムいきましょうか。ほいほい、こんな感じでスペシャルを少しずつ貯めていく。 OK、 さあこういうのも打ち込んじゃって、ここでいいかな。打ち込み打ち込み。さあ残りが少ないんでもう打っちゃいますか。もうちょっと長いのが来そうではあるんだけど、あと残ってるのがダイナモか。ダイナモはちょっと無理だよね。相手のスペシャルも貯めたくないけど、ちょっと3マス塗っときますか。で相手が先スペシャル使ってきました。8マス、なるほど。さてと、これはちょっと悩ましいですよ。5個あれば12のやつもできるし、13ダイナモも打てるということで、じゃあちょっとこっち行きましょうか。打っといて、さあ相手2個溜まってしまいました。さあ塗り返せるか。ダイナモでガツンと一気にやりたいところなんだが、95909589ということで、こちらどうでしょう。相手はスペシャル使わない。はい、勝ちましたね。なかなかギリギリラインで、今引きは悪かったですけど勝てました。いい感じでしょ。さああと1勝ですね。頑張ります。ほんとね、前の動画と見比べてほしいんですけど、本当に勝率が良くなりました。さてと、これはスペシャル貯めるよりも、一応出ときたい。こんな感じで出て、これがねがっちりはまってくれるので、ここは後ででいいです。その前に上に出ときたいね、これね。はい、こんな感じで出ときましょう。ドン、よし。さらに細長いの結構あるんでね、こっち打っときましょう。あ、でも5マスの細長いのなかったな。6マスになっちゃうな。でもここしっかり塗れるので塗っときましょう。ほいほい。一応真ん中ラインにしてくれてるので、塗り負けはないですね。ということで、じゃあガチガチに塗っていきましょう。いきますよ。ほい、ほらほら、いい感じに塗れるでしょ。テトリスデッキっていうやつですね、いわゆる。ガチガチに塗っていきますよ。しかもスペシャルも溜まっちゃうっていうのがいいところね。向こうはまばらにしか塗れないのに、こっちはしっかり塗れちゃうっていうね。ちょっとまだこれあれかな、まだ早いかな。どうしよう、ちょっとスペシャル打ち込み用のやつを1個やっときますか。OKOK。さあ、ダイナモも打ち込んどいちゃいましょう。ポン。さあ、もう5マス溜まってるのでね、食ワンダー使って最後ね、ドガンといっちゃえばいいだけの話。ちょっと良くないね。ちょっと良くないな。どうしよう。まあもう気にしなくていいか。相手も全然スペシャル頑張って貯めてる最中って感じで。まあ無理にスペシャル使う必要もないけども、でも食ワンダー使うんでね。こんな感じで、こうかな。いや、こうだね。これでまた2マス貯めれるんで、スペシャルを3使って2貯める。あ、3貯まった。完璧だね。ほら、勝率かなりを誇ってるんですよ、今んとこね。あんだけ強かったあおりちゃんが、こんな感じでボコボコにできちゃいました。あおりちゃんじゃない、ホタルちゃん、ごめん。ホタルちゃんをボコボコにしたぜ。めちゃくちゃ勝てるデッキです。皆さんぜひやってみてください。ということで負けたか。この顔ね、前サムネで使ったけどめちゃめちゃ面白かった、マジで。煽り顔からのこのね、もうああ人生疲れたみたいな顔。でもいい試合だったね。やっぱ強い相手とバトルの手燃えるわ。サンゴ、いつも私との対戦に付き合ってくれてありがとう。このはにかみ顔がいいよな。なんか大人な感じになったね、本当に。俺にカードスリーブあげるね。ショカラズの新作グッズなんだけど結構人気なんよ。よかったら使ってみて。やりました。めちゃめちゃ欲しかった、この黄色のね、ホタルちゃんのスリーブ。やったぜ。最後にめちゃめちゃ煽り顔も見ときますか。あおりちゃんのカードかわいいな。早くカード販売してくれないですかね。フレッシュなかなか出ないんだろうな。結構ガチのカードの出すとこに依頼してほしい、ほんと。結構ペライ紙であるじゃないですか、スプラトゥーンのね、シールとかカード。そうじゃなくてほんとのね、トレカ並みのね、カードの質で出してほしい。やっぱりね、カードゲームだと結構遊んでねボロボロになったりするんで、耐久性の高いものをしてほしいですよね。姫飯田がいないような気がするんだけど、やっぱアブデで追加する系なんですかね。そしたら胸厚だな。でナーバトランクも100ぐらいに上げてもらって50だともうなんか楽しみがなくなっちゃうんでね。さあ9944となんかすごいゾロ目数字になりましたけども、さあ負けてもうめちゃめちゃ喜ぶんだろうなめっちゃ煽られるんだろうな。ホタルちゃんに煽られちゃうっていうね。はい、ボコ負けしました。どうでしょう、今回は私の勝ちみたいやねこの顔がいいな。気にしない気にしない、また対戦しよういいですね。さあじゃあもらっていきましょう。やったぜ、念願のスリーブをゲットする。やったね。いやーめちゃくちゃいいめちゃくちゃいいな。ここのね画面ではあんま良くないんだけど、ここの画面めちゃんこよくないこれね。あと万太郎とかいろいろですね、スリーブ持ってないので、あと6スリーブなんでね、こちらもコンプ目指してね、楽しくナーバトラー続けていこうかなと思います。ということで絶対欲しかったね、ホタルちゃんのスペシャルスリーブゲットするという動画でございました。皆さんも30勝ね、僕とね同じデッキだったら勝てると思うので、そんなにフレッシュとか難しいやつ使ってないので、全くもしないという人はね、カードもうかけら交換とかでね、こういうの、5個とかでね、ノーマルだと5個、ほらレアだと15で、フレッシュだと30だったっけ、あ40か。いやー風花ちゃんとか欲しいんだけどなあ40はちょっとでかい、なかなかですね。はい、ということでなんかダイナモとか絶対的に欲しいやつは持ってなかったらね、買ったらいいと思います。今回はねこれで終わりにしたいと思います。また、30勝してね、カードスリーブゲットするときには動画にすると思うので、よかったらまた次回も見てください。それでは土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。